めちゃくちゃかっこいいじゃんすごい倒れますね大正義スカーレットウィッチの完成でございますはいどうもユトピのトイ箱でございます今回紹介するのは こちら。マーベルレジェンドのスカーレットウィッチでございます。コミュニティの方でもね、投稿したんですけども、アメリカのアマゾンで注文してたやつが、行方不明になりまして、結局払い戻しして日本のアマゾンで買うというね、めんどくさいルートになってしまいました。今回のアソートでは主人公の一人でもあるのでね、結構期待しております。このイラストめっちゃそっくりだね。じゃあ開けていきましょう。てか、スカーレットウィッチのロゴマークってまんまワンダーなんだね。 はい取り出しましまたあれなんでね最初からエフェクトパーツついてんだね。 ここれは一旦外しとこうなかなかね評判も良かった今回のマーベルレジェンドのスカーレット・ウィッチなのでめちゃくちゃ僕も楽しみにしておりましたよこの新衣装がねたまらんよねかっこいいねじゃあ細かく見ていきましょうお顔はこんな感じでございます演じているのは僕らのエリザベス・オルセンですけども顔はなんとなく雰囲気は捉えてるんじゃないかなもう少し目元とか濃いイメージはありますけども以前のマーベル・レジェンドに比べたらよりねエリザベス・オルセンに近づいて てている気はしておりますデジタルプリントで塗装されてるのでその辺の精度は問題なさそうでこの頭についているティアラですね位置的にはねもうちょっとね上なんですよね結構おでこ出してるイメージなんですけどティアラ自体の形状とかは問題はなさそうちゃんと別パーツだしねそしてこの髪の毛はまさに魔女感あふれる髪の毛してるねちょっとヘビっぽい感じでうねうねしてるのがすごくいい 胸周りはこんな感じでございます。この肩を大胆に出したね、スーツデザインすごいよね。イメージ的にはまあ問題はなさそうですね。塗り分けとか、スーツの質感みたいなのもよく再現されていると思います。首元のシースルー感もすごいよね。めちゃくちゃこの辺もろそうだけど。腕はこんな感じで、どうしてもね、女性素体だから、細身にはなりがちだよね。で、関節は一重なので、ちょっと可動に難はあるかなって。 っていう感じですけどもこういった腕のスーツ部分はほぼほぼ問題はなさそうですね。この特徴的な形をした手首パーツいいよね。小指だけクイッと曲がってるのよ。交換用の手首パーツはこのエネルギー状になった手首パーツ付属しております。クリアパーツなので綺麗だね。形状的には普通の手首パーツと同じです。足はこんな感じでどうしてもね、細くなりがちですし、今回ブーツなのでめちゃくちゃね、立たせづらいんだよね。左右の足首可動の融通があまり効かない すすごい倒れますね足もねこんな感じでタイトめなねズボンを履いてるのでスラッとしてる形状は再現しておりますこの赤いラインとかもまあ問題はなさそうで腰はこんな感じでローブっぽくなってますねローブというかコートというかなんとも言えないですけども一応素材としては軟質素材ですけども結構硬めなのでほぼ固定と思っていいかも 同じマーベルレジェンドのザ・ビジョンと比較してみましょう女性素体なのでやっぱスカーレットウィッチの方が身長は小さめでございますすごくワンダ・ビジョンのドラマの世界観出てめっちゃいいねでこちらとも比較しておきましょうか SH フィギュアーズのスカーレットウィッチアベンジャーズエンドゲーム版ですね12分の1サイズのスカーレットウィッチのフィギュアとしては2大ブランドですけどもまあどっちも顔に関してはもう何とも言えないですけども身長はね割と同じぐらいで体の太さという にも結構似ててるんじゃなないいかなって思いますね個人的にはフィギュアーツでもワンダービジョンのこのスカーレットウィッチ出してほしいんですけど出るかねでこのアーツのスカーレットウィッチの方には結構エフェクトパーツつくのでこっちのマーベルレジェンドで使えるかどうかっていうのも試していこうかなと思います こちらは最初に外した腕につけるエネルギーエフェクトパーツですね。これはいつもマーベルレジェンドについてくるものと同じです。キャプテンアメリカの翼のビルドパーツ付属しております。はい、マーベルレジェンドのスカーレットウィッチ細かく見ていったんですけども、造形に関してはまあ球大点って感じで結構ドラマのイメージ通りには立体化されている感じですね。かなりまがまがしい感じのこの髪の毛とかめっちゃ好きなんだよね。で、稼働に関してなんですけども、肩周りは見てわかる通りかなりシンプルなのでよく 動かすすことはできますね首に関しては髪の毛があるので上方向はちょっと狭いですけどもまあそこまで問題にはならないかな腰とかもしっかり回すこともできますし前後角もありますけども問題はやっぱ足ですよねこのローブがね結構干渉して後ろはもうほとんどねいかないですし左右も足ちょっと出さないとかなり引っかかって全然開かないのでここは難点かなと思いますただでさえ立たせにくいのでやっぱ台座使った方がね立たせやすいとは思います で稼働に合わせてなんですけども手首可動もこんな感じで前後可動はするんですけども結構珍しいのが左手ですよねこれ前後可動じゃなくて左右可動なんですよ軸がこんな感じになってるので左右にしか動かすことはできないんですけども結構なんか珍しいタイプの可動を持った手首だなって思いましたねてかこの指についちゃった赤い塗装がめっちゃ血に見えるんだけど こういう感じでちょっと浮いてる感じはめちゃくちゃ魔女っぽいよね。てかもう一番これが似合うんじゃねえかな。エフェクトパーツつけてみるとこんな感じですけどもめちゃくちゃかっこいいじゃん。髪の毛の躍動感もあってすごくね、エネルギーを溜め込んで発射しようとしてる感じがすごく出てるんだよね。めっちゃかっこいいじゃん。無表情でもスカーレットウィッチの場合はね、そこまで違和感がないので、とてもね、ポージング違いがあるなと思いますね。てかマジで立た,たんのよ。本当に。 やっと立った。これやるために1分ぐらいね、苦戦してましたからね。本当にちょっとね、これは扱いづらいわ。クリアパーツの手首パーツ使ってみるとこんな感じよ。すごくいい。思ってる以上にいい、エフェクトパーツと色が一緒なので、本当に腕からエネルギーを溜め込んでる感じがして、雰囲気出てるよね。なんかね、クリアパーツ自体もちょっと明るめなので、光当てると光ってるように見えるんだよね。それがまたいいよね。まあ、スカーレットかと言われたらまた微妙な色ですけども、結構ね、これ、見た目以上にはめちゃくちゃ 楽しいですエフェクトパーツつけた状態で飛行ポーズとかやらせるとすごくいいよねワンダーって結構空飛ぶイメージもあるからねこの辺も似合うよねてかもう立たないから台座使って浮かせた方がいいんじゃねっていう説まで出てる。 フィギュアツについてきたエフェクトパーツが使えるのか問題なんですけども一応使えないことはないかなと思います結構腕が細いのでこの辺の手首とかで維持するのは難しいかな二度腕とかちょっと太くなってる関節あたりならば保持はできると思います元々付属したエフェクトパーツとか組み合わせればこの手首の寂しい感じは補えるけどもめちゃくちゃまがまがしい感じになります色が合わないけどもまあそこまで気にする必要はないかなとは思いますけどね 腕がダメなら足につければいいじゃないということで足につけました足に関してはむしろきついくらいですかね全身にエフェクトパーツメラメラになるのでこれはこれでありですね置き型エフェクトパーツを使ってみると大正義スカーレットウィッチの完成でございますすごいまがまがしいよね赤さの力を吸収したことで覚醒したスカーレットウィッチあのシーンめちゃくちゃ印象に残っているよね今後どうなるかっていうのがすごく楽しみできればねマーベルレジェンドで赤さも 欲しいよねもういかにもな悪そうな魔女の雰囲気の赤さもすごくねかっこよかったしスカーレットウィッチの対比としてもねめちゃくちゃ生えたのでどうかね商品化してほしいなと思いますエネルギーオーラから飛び出す感じでやってみたんですけどもめちゃくちゃかっこいいねスカーレットウィッチがここまでかっこよくなるとは思わなかったよねエイジオブウルトロン時点だと完全にメンヘラ女子だったからそれがここまでね進化するとは思わなかったよ ザビジョンと対峙させてみたんですけども、この二人顔合わせるシーンってありましたっけなんかすぐザビジョンというかホワイトビジョンの方は普通のビジョンに襲いかかってバトっていたイメージなので、ちょっとねあんま記憶が定かではないんですけども、おそらく今後で何かしら関係してくるんじゃないかなと思います。関係してくるよね。ちゃんとその後描かれますよね、マーベルスタジオさん。マーベルレジェンドの普通のビジョン持ってきて、これでワンダビジョンの完成でございますよ。最高だね。この二人がね、 共闘しててるっっうところもね是非見たかったかけどもねどうなんだろうね今後出てくるかねっていうかもう今後のスカーレットウィッチの活躍が気になりすぎてやばいよね次出てくるのドクター・ストレンジの映画だからねしかもメインキャラでこんな最強魔女っ子がマルチバースとかに絡んでくるっていうのがもう最高すぎるから早く映画見たい マーベルレジェンドの今回のスカーレットウィッチ意外と満足できましたねポージングさせるとめちゃくちゃかっこいいしエフェクトパーツがねよく似合うのでやっぱこういった感じのキャラクターは遊んでて楽しいなって思います顔に関してもまあぼじぼじ球大点っていう感じで結構塗装してカスタムしてる人もいたので造形自体はね問題ないんだと思いますということで僕のチャンネルではこれ以外にもマーベル系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは でしたありがとうございます。